マジカルデスペア続きからやっていきますね。で、前回の続きで、まあ、ギギノセの質問、特に回避できなくて終わってたよね。回避できなくてじゃないか。めちゃくちゃ外しまくってダメだったんだけども、今回はその質問全部完璧に覚えてきてるはずなんで、やっていこうか。多分忘れてないはず、俺。何か、これ終わってるデータだわ。ごめんなさい。もう終わってました、この質問攻め。こっちかな？あ、これだね。で、ここで、バスティーノに切り替わってから、で、ギギノセに話しかけるね。で、俺、最初の方もやり直してきたんだけど、なんだ？バスティーノにちょこちょこ変わるシーンが結構あったんだよね。なんか俺それを気づかずに、そのままグラシカルでずっとバーって進んじゃったから、スチルの回収が結構甘かった。だからそれもやり直していくんで、まあ、まだ2、3パートぐらいはあるかもしれません。ってことで行くよ。バラクロを殺したのはあんただって聞いたけど、そうだけど、それが何か？あんたってこのゲームの主催じゃないよね。どうしてそう思うんだ？え？主催ならわざわざメンバーを減らしたがらないでしょ？それに、ダリムの過去で見た魔物は、口調や声からもイズアラで間違いないし。あと、イズアラもね、あ、まあまあ、そこは何も言わないでおくか。うん。行くよ。とりあえずね、そこもまた後々回収していくね。主催はやはりイズアラでゲーム開始後に契約したのがギギノセ。だとすればギギノセは何のために契約したの？いや、ちょっと待って。ギギノセは姿を変えられるのだから、イズアラに化けることもできる。私がイズアライコール魔物だと思っているのも、もしかしてギギノセの企ての可能性も。うん、迷ってるね。ダメだ。私は頭を使うのが苦手なんだった。やっぱりここは独身スキルを使いたいけど、ギギノセは感情が動きにくいからな。なんとか揺さぶれないかな。ギギノセの感情が動きそうな話題。始まったよ。で、他の魔物とは誰なの？あんたは見た目とキャラ違う。これどれだったかな？あ、もう早速俺忘れてる。これかな？これで合ってると、ザザザザってなんかね、出てくる。きっとあんたが思ってるのとは違えな。つうか俺っぽいってなんだよ。あ、ほら、これで今、正解の選択肢ね。パワー系不良。まあ、見た目的に。そもそも不良じゃねえし。それに、おめえみたいに攻撃全振りなんてバカなことはしねえよ。私をバカって言うなよ。私とやり合えるんだからパワー系でしょ。バカでもわかるおめえの直球の立ち筋なんて正面から受け切ってるわけねえだろうが。は？ギギノセお前、見た目詐欺かよ。人を見た目で判断するのはバカだろ。まあ、ギギノセがなんか気にしてることをバスティーヌがズケズケ言ってるよね。バカバカ言うな。グラシカルとの関わり、うまく私に化けたみたいだけど、これは下だったかな？あんた相当うまく私になりきったみたいだけど、お前だけじゃなく誰にでもなれるぜ。ある程度見て喋ればそれを真似できるし。え？じゃあメルロワにも？不遇って言うの？聞きてー。ギギノセの不遇聞きてー。そりゃ姿がそいつになってるのに演じきらなきゃそっちの方がおかしいだろ。その演じ力って元からなわけ？元からだな。キャラを演じることは得意だからな。もう正解だね。あんたの面白さって何？あたりで同士に私に分けたの。これは上だね。あんたの言う面白さって何？そりゃ殺し合いだな。勝負事も好きだけど、マジになれねえと冷めっからよ。つってもガチで殺し合いできるやつで、強えやつは今んとこ会ったことねえけどな。ま、もし会ってたら、もう俺が死んでっけど。あ、ほら、ザザってる、ザザってるよ、ずっと。このゲーム以前のこと。できる限りね、過去のことをどんどん聞いてった方がいいっぽい感じだった、ギギノセは。このゲーム以前にも他人に化けてたよね。そりゃな、アズマノの姉を殺したのって、あんたじゃないの？いちいち覚えてねえけど、そうかもな。え？他にも結構やってんの？どうして？あー、そこらへんな。なんつーか、試してみたかったっつーか。姿と喋り方が同じなら、あっさり信じちまう友達なのに、本物じゃねえことに気づかねえ。それがとってもがっかりなんだよ。だから信頼的なもん見ると、試したくなるんだよ。ぶち壊したいわけだ。恐ろしく歪んでんな。後悔してないの？私に勝てると思ってんの？これは後悔してないのだね。あんたは後悔してないの？何を後悔することがあんだ？だってあんたは私にぶっ殺されるんで。ほんと強気。はぁ？調子に乗んなよ。それに俺は何も間違っちゃいねえからな。俺は自分がやりたいようにやってっから。けど強いていや。何？俺を見つけられる奴がいなかったってことだな。は？どういう意味？変身に気づいた奴がいないってこと？ま、そういうことにしておく。回りくどい言い方するとね、バスティーヌ困っちゃうからね。直接言ってあげてな。じゃあこうしよう。
ウィズアラだったよね、確か。あんたは魔法使い。ゲームがつまらなければそのまま。ゲームが面白いと思えば契約する。だってあんたはどうにも退屈そうだし。これがイズアラに化けてるギギノセなのかどうかだよな。それにどうしてそんなにも憎悪を抱いているんだい？言っちゃった。今のはイズアラ？いや、偽物？本物？どっち？いや、良い質問ばっかだな。ただ聞いても分からねえようで終わっちゃうんだよね。で、まあ、とりあえずここまでだね。で、あと見落としがあって、で、俺ここでギギノセの会話終わって、そのまま投票タイム入っちゃったじゃん。で、こっち行くと、他のキャラに話しかけられるんだよね。で、ほら、スキルが発動する。まあ、一応レベルとかに話しかけとこうか。バルクロさん、いい人でした。死んでしまって悲しいです。まあ、次。バルクロさんも死んだそうですね。2幕で一気に人数が減りましたね。だな。バロクロも死んだってな。いやー、頼れそうな、いろいろ下待ってない。頼れそうな奴が死んじまってやべえな。もう楽しんでるよね。まさかバロクロがそう簡単に死ぬとはな。で、メルロは。バロクロさん死んでたんですか？バロクロさんって怖いオーラあったから魔物だと思ったんですけど、まさか殺されるなんて、このエリア内死体ばかりで怖いです。まあ、確かにな。で、これ好きでちょっと見てみようか。誰に反応してるのかわかんないんだけどね。誰かの心情が入ってきてるみたい。あのさ、やっぱスキルって教えてくれないよね。当然だな。じゃあさ、遠距離で足止めとかできる？なぜそのようなことを聞く？実は魔物が誰かわかったんだけど、証拠をつかむために動きを止めてほしいんだよね。魔物がわかったというのはスキルで見たのか？さすが理解度が早いね。刺さるか様か。しかし証拠をつかむというのは具体的に手はあるのか？うん、ほら、バディのスキルは使えるわけじゃん。で、それは企業秘密なんだけど、それで多分いけそうかなって。お前を信用してはおらんが、動きを止める程度ならまあやらんでもない。ただしこちらの姿を見せないことが条件だな。話がわかるね、ありがとう。ムツクモとサザルカかな、会話的に。なんかそれっぽい話し方だよな。なんかそんな気がするんだけど、どうなんだろう。なんとも言えませんね。まあ、ちょっと行ってみようか。これでエンディングが変わるようだったらいいんだけど、多分変わんない。あ、ちょっと待てよ。一応全員に話しかけとこう。ギギノセ班が魔物やっちゅうのが分かったのはよかったが、ゲットル倒せるんやろか。あ、でもこれ顔が変わってないか。前回も話しかけてるよね。バロちゃんが死んだが絶対ありえないと思う。まあ、特に後はもうないもんな。進んでみるか、じゃあエンディングに。じゃあ行くよ、グラシカル。投票時間まで休もう。そうですね、ロビーに戻って休憩しましょう。んで、ここら辺はちょっとささーっと見ていこうか。で、思ったのが、メルロワとムツクモだけ死体のシーンなかったんだよね。それもなんか関係すんのかなっていう、ちょっと疑問があったりする。ないかな。もしかしたら、なんかこう、協力者だったりするのかなって。たまたまかな。あ、で、一応これってさ、未来を回避する物語じゃん。で、それこそ一作目、最初の方はさ、回避してるじゃん。だから、なんつうんだろう。また多分一回過去っていうか、これは未来史の状況だと思うんだよね。だからそれで、戻るんじゃないのかなって思ってるから、きっとみんなの死は解放できる。回避できる。俺、バロちゃん救わないといけないから。あー、なんか変わんなそうだな、この雰囲気。もういい顔してる。あっさり騙されてるもんね、これ。見つけさえ撃てるのですが。ちっと。あー、やっぱ、ムツクモも怪しいかなって感じ。メルロワももうこれすでに入れ替わってるからね。ああ、刺されるよな。だってさ、爆発少女はさ、あっさり殺されてたじゃん。なんか最後の方で。え？なんか死体シーン出てくるんだ、君みたいな感じで。なのにメルロワとムツクモは出なかったからさ。それ考えると、あの二人なんかちょっと怪しいかなって思う。まあでも三人がかりでいるのかなっていうのもちょっと思ったりするけど。
まあ、ネイビルとグレーテンは味方だと思っていいんだろうけど。やっぱな、ミルフィナがあっさり死んでたのが気になるよな。あっさり死んだわけではないんだろうけど、なんか、ああ、死んでるみたいな感じになったからさ。怖い、これ、チート。見つかんないじゃん。住まい場所は難しい。なぎなたどころか、拳銃持って撃ち鳴らしてっかんな、あいつ。ギギノセ強すぎるよ。対人戦強すぎる。これ、パフィかわいそうだったよな。いいやつだったっていうか、まあ、味方だったけど、信用することもできないもんね。パフィ、寄り方がまたなんかちょっと悪役っぽい。なんか入れ替わってるやつっぽい。あ、だよな。ここ変わんないよな。入れ替わってるっぽいやつの近寄り方だよね、パフィ。相手がリリードして、ギノスが銃を奪って持ってる。しやすい高台に陣取るはず。全然めっちゃ当たったことは技術にも捨ててる。全然変わる。そう、ステータスの振り方が確かにギギノセなんかパッと見めちゃくちゃだよな。近接戦闘も強いし遠距離も強いってなるとやっぱ協力者疑うんだよな。でさ、さっき全員が集まってるとこロビーか、ロビーでスキル見た時にさ、銃で狙撃がどうたらとかって言ってたじゃん。足止めしてたのも誰だろう。足止めに来たのパフューっぽいよな、あの流れだと。足止めがどうちゃらこうちゃらって言ってたけど、足止めっぽいシーンもなかったしね。わからないね。いい顔してる。レイピア奪われてるし、痛えし、体刺されとるし。つまんねえな。あ、やっぱ変わんないね、ここは。まあまあ、これはね、多分後編でね、未来回避していくからね。ほらほら、死んで、やっぱ死んだシーンが出てくるんだよ。で、やっぱメルロワとムツコもちょっと怪しいよねって感じだよね。ああ。まあ、こんな感じですね。特に、ああ、これでギギノセがなんかちょっとかっこいいシーン入る。黄昏れちゃってる。もっとなんか熱血キャラかと思ったんだけど、いいよね。熱血、カンタ熱血って言った。熱血キャラかと思いきや、心に闇を抱えている系男子、ちょっとグッとくるんだけど。俺の中二心をくすぐるんだけど。かっけー。これね、この超かっこいいシーンで俺がグダグダ喋ってるからね、空気感ちょっとぶち壊れてるんでね、このシーン集中してみたい人はね、概要欄にゲームのリンク貼ってあるんで、みんなプレイしてみてな。全部が偽物だとか超かっこいい。誰も俺を見つけられやしない。俺が見つけてやるよ、後編出たら。はい。みたいな感じだね。んじゃあ、したら最初の方の選択肢の方まで戻ろうかな。それこそ、グラシカルと、グラシカルがバスティーヌに休むか、動いた方がいいかっていうところの選択肢までちょっと戻るから、一旦ここスキップするよ。じゃあ、サクッと行くね。はい。もうほんと一番最初ら辺まで戻ってきてる。最初の選択肢発動するところなのかな、これは。ちょっと覚えてないんだけども。あれ、反応しない。あ、オッケーオッケー、いた。で、行くよ。ここで、俺は、ここちょっとサクッと行こうか。この立ち絵がもうね、すごくいい。で、ここも飛ばしかな。で、ここら辺で多分選択肢が、あ、来た来た。で、俺、バスが動いた方がいいかと、バスはかな？で、これにしたの。これにしたせいで、バスティーヌに操作できなかったんかな。俺、バスティーヌいたら基本話しかけてるけど、グラシカルと交代っていう選択肢なかった気がしたんだよな。あったかな？たまたま？それともそういう分岐だったのかな？まあ、これで、バスは休んでくださいにすると、なんかバスティーヌとちょこちょこ交代できるんだよね。いや、わかんない。前から交代できたのかもしれないけど、なんか、いや、でもなかったと思うな。うん、まあ、行こうか、とりあえず。バスに話し忘れていたことがありました。ついイザーランの件にばかり気を取られて。ここら辺も変わんないかな。まあ、行こうか。バスティーヌに変わることでね、ストーリー変わっていくから、まあ、見ていこうか。こうやって思うとさ、結構見落としも多いんだよね。まあ、ストーリー、もう、ちょっとやり直したから、多分、あ、なんか俺見てないイラストあるぞって思うかもしれないけど、そこはスルーな。ほら、結構まだ全然回収できてないから。ほら、ほら、ほら、ほら。穴だらけ。え？しかもここら辺のスチールとか、あれじゃね？
あれこれ確かここだって問い詰めてるところだもんね。ああそうだよな。え問い詰めてるところのここに、あいやでも違うか、バロちゃんの死があるからな。まあ、なんかあんだろうな。あー分かんねえ、このイラストやばくない？これ作者さんよくゲーム作り上げたよな。まあまあそれはみんなで協力し合ってやったんだろうけどさ。まあ戻ろうか。はい。どこ行けばいいんだっけ？どっかに全員集合してるはず。これまだ伊豆原生きてるからね。俺殺してないよ伊豆原。あいここにもいるわ。あれ？え？怪しすぎん？このペア怪しすぎん？東の様に近寄るのはよしましょう。いやでもなんか一番疑われてるやつ近寄ってっけど。バスは無事でしたよ。それはよかった。俺もバスが死んでしまったら悲しいからね。私を試したのですか？さあ何のことだい？俺はあくまで可能性の話をしただけさ。伊豆原どんだけバスティーヌ好きな。伊豆原黒幕なんかな。ただの可愛い系ド M 男子じゃないのかな。ミルフィナ、あなたは何のために魔法使いをしているのかしら。義務感は感じておりませんので、趣味としか言いようがありませんね。クラシカルから趣味っていう言葉が。それは魔物を倒すことが、それとも戦うことかしら。強いて言えば攻略でしょうか。ゲーム感覚なんだな。私、炎色型の魔物専門ですので、問題をうまく解決することが好きですね。あなた、バディとは性格が対照よね。でも結構ラブラブだよ。だからこそのバディだと思います。くぅ、こいつ言うね。もうほんと好きなんだから。本当も愛が溢れちゃって困るわ。あなんかミルフィナのとことかあれ多分俺話しかけてないよね。すんごいこの狭いところにいっぱいいた。話しかけたっけこことか。バスちゃんは見つかったかな。今探してる。はいおかげさまでありがとうございます。何があるかわからないから気をつけてね。いい子やなバロちゃん。間に入っちゃおう。おそらく改札のスイッチを押すとエリア内の電気が消えたままになると思うが、電気の消える場所が押すたびに変わるのか押すたびに増えていくのかはわからない。再度試したいところだが、押すたびに暗いエリアが増えていくのであれば危険だ。ほんや。二幕が開始後にすぐここを見たんやが、もっと明るかったと思うんや。もしかしたらあのスイッチを押すとどっかの場所の電気が切れんかもしれん。マジか、暗くなってくんだ。こんなのとこあったっけ？まあいいか、ちょっとバスティーヌに早く会いに行こう。みんなも交代していろんなところ見たいよな。いやね、すげえよ、もうほんと細かいところにこだわって。バスティーヌどこいたっけ？こっち？あ、下だったかな。あれ？ギギノスのメルロは？いちいちご苦労なこった。ふぐー、バスさんとギギノス3本で戦ってたわけじゃなかったんですね。ふぐー。メルロかわいすぎる。今ちょっと黒幕疑ってっけど。死体のシーンがなかったってだけですげえ疑ってっけど。あれわかんねえ。どこ行ったっけ？バスティーヌどこに行ったか全然覚えてないんだけど。ちょっとバスティーヌ探してくるから待ってて。いた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 。あっさり見つかった。話しかけるよ。バスティー。あれあれあれ。バス、先ほど話し忘れていたことがありまして。なに？話多いね。ごめんて。あ、で、ここはあれだね。グラシカルの感受性が高すぎて、バスティーネとスキルの相性悪かったってやつだよね。あれ、この段階でまだ誰も死んでないんだよな。っていうと、ここからスタートするのかな？干渉したときに。なんか、そんな気がするな。なんか、ここが分岐な気がする。ね、しかもまだ1時間目だしね。ちょっと行こうか。で、これで、この字もね、なんか、このちょっと字が可愛いのをまた、ますます怪しく感じるんだよな。メルロアなら、そんな、そんぐらい可愛い字書きそうだしな。え、張り紙があります。ほら、もうちょっと字可愛いもん。いないいない、誰かがいなくなる。戻る戻らないはあなた次第。未来変えないと後編出たら。いわゆる犯罪予告ですね。これ誰の仕業？もしかして魔物？伊豆原？そうかもしれないし違うかもしれません。愉快犯もいますしね。何かやらかす前に犯人をとっちめたいけど。で、バスティーヌ。これ、ほらほら、交代するって言って交代ができるから。まあ、バスティーヌパターンでみんなに話しかけてみようか。ギギッチー。ギギノセは張り紙のことで何か知らないよね。知らねえな。何もなし。ムツクも。お前も怪しいんだよな。何か起きんのかね。性格的に怪しいのはこいつだけど。さっきまで私たちと話してたんだよね。でもこやつ速攻殺したからな。グラシカルのこと。お前も怪しいぞ。バルちゃんいい子。もうバルちゃん可愛いしね。
悪い子が来るぞ、ギャー。かわいい。癒しだもん。このゲームの癒し。犯人を探すには指紋を取るんですよね。ドラマで見ました。これ、ね、おバカキャラ演じてるんだろうな。もうなんかほんとそんな気がしてきた。もうなんかみんな疑わしくなってきた。ほとんどみんな手袋してるよね。は、そうでした。あ、確かに言われてみれば。そうだわ。手袋してないキャラいねえんじゃね？そういえば。もう誰こんなことする人は、お母さん。これ魔物の仕業かな。だよね。魔法使いじゃないよね。あーでもなんかパフュームなんかすげえいい人オーラ出てんだよな。最初の頃の願いは何って聞いてきたあれは何だったんだろう。これって何か起きるってことかな。予告があろうとなかろうと魔物は何かしら揺さぶりをかけては来るだろう。お前は不意打ちを受けないよう注意しろ。はい。うん、返事かぶった。そういやバスハンたちはどこに寄ったん。2階でグラシカルと一緒にムツクモと話してた。そっちはどうなの。ワイラは西通路の地下に寄って戻ってきたら騒ぎになっておったから犯人の見当つかんのや。あらら、ミルフィナ、相方がいねえのちょっと寂しいな。こんなことやるなんてムツクモじゃないのかしら。私もムツクモ怪しいと思うんだけど、ちょうど今さっきまでムツクモと話してたんだよね。ってことはムツクモ以外にもクズなやつがいるってことね。クズ呼ばわり、ひどい。要は先ほどまで向こうのロビーにおった。あのバカ娘が騒いで呼びに来てこちらに来たのだ。大変だな、サザルカさんも。敵が襲ってくるのは怖いですが、魔物を見つけないとこの討伐は終わらないんですよね。帰り討ちにできればベストなのでしょうが。あらら。レベリーはどうした？まだ隣にいるのか？あ、いねえな。いない。レベリーも透明化するからな。もうなんか、もうやっぱみんな怪しいわ、これ。みんな能力がな、持ってる能力がまたちょっとな。まあ、ちょっとイザーラに会いに行こうか。イザーラこっちじゃないんだけど、まあ一応レベリ探すついでで、こっちもちょっと見てみようか。いねえな。なんかな、レベリに話しかけたらまたなんかイラストとかワンチャン手に入りそうな気がするから、できれば、あ、そうだよ！ここ全然使ってなくない？あ、使ったわ。嘘こいた、ごめん。使ってるわ、ここ。グラシカル閉じ込められたわ。あ、いないね。レベチーがいない。行こう、じゃあ。イザラに会いに行くよ。あ、この地下？いねえな。いないわ。あ、こっちも行けたっけ？こっちは行けないね。あ、わかった。イザラに会いに行こう。すぐ行きます。あずまの。こことか変わるかな？グラシカルだからシカトされたけどとか関係なかったわ。どっちにしろシカトされた。あ、いるいるいる。張り紙のこと何か知らない？何のことだ？返事はしてくれた。やっぱそういう反応か。まあグラシカルの時よりは塩対応じゃないね。こっちも特にないしな。え、地下にいたりするかな？なんでレベリーだけいないんだろう。それもちょっと気になるな。いない。ダメだわ。じゃあやっぱそのままイズアラに会いに行こうか。みんな生前のイズアラに会えるよ。元気なイズアラに。生きてっか。いやー、どうしたんだい。わざわざ話に来てくれるなんて嬉しいよ。うぬぼれるなよ。あんたのことも警戒してるだけ。ってことは何の収穫もないってことだ。そうだよ。さっさと魔物特定したいから何か情報ないわけ。って言ってこいつ自身から情報を得られたらそうは苦労しないけど。どうしようかな。教えようかな。教えてよ。あるならボコってでも聞き出すよ。お金、何か証拠つかめないか。お、なんだ。うん、そうするといい。うん、ド M。 このド M め。でもバスは俺の友達だから特別に教えてあげてもいいし協力してあげてもいいし。は？何？じゃあ俺のこと好きか。え、何その質問。超嫌がってる。はいはい、好きですよ。なわけないだろクズ。はっきり言った。そうか、なら、うん、嬉しい。え、ま、あー！お前それは万の定返り討ちにやってるし。いやー、これ距離無でいいのかな。距離無なところが嫌われるんだよ。そういうところが好きだな。よも聞かねえ。厄介なやつに好かれたな、これ。うわ、キモ。ヒントはね、魔物はとても嘘つきだってことさ。あ？ギノセか。例えばあんたみたいに。俺はそこまでバスに嘘ついてないよ。確かに被害に遭ったのは未来史の話だけど、もったいぶるならもう一発殴るよ。
それは嬉しいけど嬉しいんかい。実のところ誰が敵か見当がつかないんだ。つまり何も知らないわけ？は？あんたと話して損した。ごめんな、損させて。じゃあ、特に情報なしか。もう一回外出ようか。あ、やべ、元彼に。浮気現場見られたこれ。バス、伊豆原様は魔物の可能性が高いのですから、直接関わるのは避けてくださいとあれほど。でも話を聞かないことには何も進展しないでしょ。あれ？結構怒ってる？私は伊豆原のことが嫌いです。そりゃ私もだよ。様付けじゃなくなってる。っていうか何？焼き餅？かもしれません。ありゃ。え？そういうのめんどくさいんだけど。ああ、ひどい！そんなこと言わないであげて。すみません。合理的ではありませんよね。それはそうと、伊豆原との接触はお控えください。すみません。そこは反省します。はい。じゃあ元彼にバレたし、一旦終わろうか。理由、元彼にバレたからやめます。はい。次回は、まあ、とりあえずここからスタートしようか。元彼にバレたからゲームやめますね。もうしょうがないからね。怒ってるから、彼氏が。はい。それでは、シュウヤンでした。またね。